南部直房は、江戸時代前期の大名。道の国八の平藩の初代藩主。藩位は、十五位下、左右衛門の差。八の平津藩以前には、中里直義を名乗った。寛英五年、道の国盛岡藩の初代藩主、南部利直の七、男として誕生。藩文四年、兄で、盛岡藩二代藩主、南部主芸直が後継ぎを決めないまま死去すると、 森岡南部下では、お家断絶及び領地募集の可能性が濃くなった。生前の重直は幕府による裁定を願い出ており、幕名により、重直の異母帝、七戸重信と中里直義は江戸に登り、裁定を受けた。森岡藩十万国を分け、八万国を七戸重信が相続し、森岡藩を存続させ、 二万国を直義吉に与えて、蜂の平藩を律藩することとなった。律藩を機に直義吉は、南部直夫さと解明した。漢文八年、死去。去年四十一。死は病死であるとされているが、逆恨みをした森岡藩の陰謀による暗殺とする説もあり、当時すでに幕府からも調査が入っている。この幕府の調査以降、森岡藩はわざわざ、蜂の平藩は文家ではない。 独立した対等の立場と表明している。あと、長男、直政が継いだ。直政もまたその死因に森岡藩による暗殺の噂がある。ありがとうございます。